生物なら別に体力使わないじゃん。いや、本田くんは大気より動くんよ。回るし、あんなんトラップや。俺は目先の欲に負けた。お？うん、本屋さんでのバイトしてると勉強に力が入る気がする。おう。ランちゃん、最近君と話すのがますます楽しくなってきたよ。おう、本田くんの知識に少しでも追いつけてるのかな。嬉しいな。一匹二匹は本の虫、三匹四匹腹の虫、グー。何その歌。かわいい歌。本田くん楽しそう。髪の毛ぴょんぴょん揺れてる。なんか変わった歌歌ってたな。このぴょんとしてる部分をぴょん。うんうん、君も一緒に。おおおお、一匹二匹。ああ、これね、小さい頃母さんがよく歌ってくれたオリジナル数え歌。お母さん、可愛い歌作ったんやな。なんか虫の数を数えてるのって面白いよね。おうおうおお。あ、本田くんが虫好きなのもその影響もあるかな。ただ腹の虫まで数えてたけど。素敵なお母さんだね。本田くんのこうユニークなところはお母さん譲りなのかもな。ありがとう。でも君だって勉強も本も好きだからきっといいお母さんになるよ。ほう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 。え、俺本が好きで本屋さんで働いてるんじゃないんやけどね。本田くんとお近づきになりたくて本屋で働き始めました。嬉しいけどちょっと恥ずかしいな。ちょっと横島な気持ちあるからな。バレないようにしよう。俺は本が好きで入りました。うん、もうここまで来たら楽しもう。ねえ、寒くない？あ、温めるから行こう。ときめきの会話ができる3回目のスケートへ。うい。君の手熱いね。俺の心はときめきの会話が聞きたくて燃えているのです。はあ、手が冷たい。転んでばかりだからさ。おう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 、俺の手は熱いですよ。ほらほら、怪我しなかった。手袋貸してあげる。ほら、手を貸して。これストレートにこれやろ。ちょっと違うかな。いやこれやろ。ほら、手を貸して。そっか、手をつなげばあったかいもんね。まあ、俺は目先の欲に負けた。冬だね。俺はせっかくの手つなぎチャンスをものにしたかったんよ。ときめきになると思ったんよ。本田くん、手つないでくれ。せめてほらほら。俺が温めてあげよっか。温めてくれ、俺は心が寒いよ。あんなんトラップや。次回ここに来るときは足元まである服を着た方がいいよ。今日は平気だったけど転ぶと大変だよ。まあこれ一回目に来たときも聞いたんやけどね。まあちょっとせっかくだからまた来てきました。相変わらずお兄ちゃんみたいなこと言うな。エンディングまで駆け抜けるので、いつものような最後のおまけではなく直後に検証として入れてると思うんですが、上2つのどっちだろうな。あんまりわかんないけど、とりあえず上から行こう。怪我しなかった？うい。心配してくれてありがとう。でもお尻にあざができるくらいだから大丈夫。結構大変な思いしてるな。いい感じだ。なるほど、
じゃあ真ん中がときめきの会話。あ、じゃあときめきの会話を聞いていきましょう。手袋貸してあげる。はい、ありがとう。あは。でも君の手が冷たくなっちゃう。それに俺の手意外と大きいの、多分入らないよ。お、俺転ばないし手厚いから大丈夫やで。でもそっか、サイズが違うのか。手大きいやな本田君。っていうか君の手小さいんだな。あ、なるほど、俺が小さいのか。そうかな。あれ、ちょっとドキドキしてきたぞ。おうおう、手をつなごう本田君。え、大丈夫、少し休む。いやいや休まず手をつないでこのまま滑ろう。行こう本田君。あれ、このパターンは初めてだぞ。ただ手を見ただけなのに。ただ手を見せるだけでドキドキしてくれるの。見て、ほら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 。本田君。うん、君といるとさ、自分の体の反応が面白くて。おう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 。じゃあほら、もっと見て、ほら俺の手を見て。ドキドキしたり熱くなったり、人体の不思議って感じ。おう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 。あ、俺の手も今熱いのでね。一緒だね。その反応って多分ね、来い。おピポピポーン、ピポピポーン。オーディエンスに笑われている。あんたく恥ずかしいよ。まあ確かに、多分濃いピポピポーンだからな、ちょっと恥ずかしいかも。でも続けよう。行くよ本田君。ボンジュールマリー。ああ、じゃあ3年目のバレンタインデー作っていこう。あ、今回のトッピングはこちらでいきます。うん、あ、じゃあここで完成。とっても美味しそう。ああ、はい、というわけで今回はシンプルに本田くんの大好きなものを並べてみました。グソくんと俺、例のお別れしたグソくんと俺はいつでも本田くんの心の中にいるよという気持ちを込めました。ちょっと僕の画力では代用グソクムシはこれが精一杯でした。そして今までの4週の中で本田くん以外と代用グソクムシについて話したことは一度もなかったので、てか高校生の男女の会話でここまで代用グソクムシってワードが頻発することってある？なのでもはや代用グソクムシは俺と本田くんをつなぐキューピッド的なとこがあるんじゃないかと思っております。 JK がバレンタインデーに代用グソクムシをチョコにしたためるのはいかがなものかとは思いましたが、本田くんは喜んでくれるはず。あは、女子力いっぱいの出来上がりだね。とってもかわいい。女子力かわいい、ありがとう。うんうん、超キュート。キュート。二人は大王グソクムシ好きみたい。あははは。じゃあ枕元にあっても驚かないのかな。あ、ぜひ次のお泊まり会でやってみよう。ああ上手にできたみたいでよかったな。はーい、マリー、高校最後のバレンタインだね。ああ、せやね。お、あ、手荷物多め。これはある。お、あ、この辺の会話も風間くんと長つもりくんの反応も一緒だろうな。あ、とりあえずグソくんチョコ渡すとこまで飛ばします。ペイ。あーはー、あー、本田くん探したよ。うん、俺も。あーは、え、だって今日はバレンタインだよ。俺この日のためにずっとチョコ食べずにいたんだから。うん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 、ぜひ
この3年間の集大成、俺とグソ君を食べて。じゃあ、はい、これどうぞ。どう？頑張ってみたんだ。どうかな。この学園で俺しかいないと思うよ、ダイオウグソクムシをチョコにしたためたのは。感激してくれてる。本田くん？ごめん。今日は朝から君に声かけられるの待ってたのにさ、いざチョコもらったら何も言葉になんないの変だよね。本当に俺とダイオウグソクムシが大好き。喜んでもらえて嬉しいよ。嬉しすぎると人って思考が停止するもの？もう思考停止するほど嬉しいチョコ。そうだったらいいな。うん、きっとそうだ。本当にありがとう。大事に食べるね。ぜひ妹さんにも見せてあげて。嫌われないかな。そうだ、食べる前にチョコとスリーショット撮っておこう。いいね。いやー、喜んでくれたみたいで嬉しいな。まあでもこれは本田くん喜ぶやろな。ちょっと頑張って描いてみたけど、ちゃんとグソくんに見えるかな。あ、いたいた。おこの二人。風間くんがイギリス行っちゃったんで二人なんですね。まあでもラーメンじゃないか。うい。だあ、今日は君がラーメンか。俺も素直にラーメンにしとけばよかったよ。ずるい。俺だってそれあったら選んだのに。ずるいよ。いただきます。いただきます。エネルギー補給して午後にしっかり備えよう。本田くん、次は体育の授業とか。生物。じゃないな、動くやろな。生物なら別に体力使わないじゃん。いや、本田くんは体育より動くんよ。回るし。頭も体もフル回転だよ。今日は園芸部の畑で微生物探し。ほら、フル回転言うてるもん。きっとオープニングより回るぞ。それで足りる？待て、それ食事中に NG な話題じゃ。そうかな。土の分解者たちをじっくり観察。ミミズくん、トビムシ、ダニ。本田くん、やめとこうか。七つむりくん、こんな顔してるし。ね？ストップ。ストップだ。かわいそうだからやめてあげて。しかもなんかちょっと、なんでとは言わないけど、ちょっと、せやな、ちょっと大きめのペッパーがこう、皆まで言わない。どうしたの？これ以上やめてあげて。その話は食べ終わってからにしよう。食べ終わってからならいいのかな。いいよ。じゃあ早く食べちゃおうっと。本田くん、自分が食べ終わったからダメなんやで。七つ森くんはゆっくり食べる人やって話聞いてるでしょ。私はゆっくり食べようかな。なるほど。ただ本田くんは自分が食べ終わったら話し出す可能性があるぞ。急いで食べた方が身のためやで。ただ七つ森くんは食べるの遅いみたいやから無理だろうな。食べながら聞くことになるんだろうな。生き物たちが静かに春を待ってるから、そーっと覗きに行こう。今回最後のデートはこちら、ときめき会話が狙える冬の公園です。行こう。ん？ラストやで、本田くん。
へい。君の手、熱いね。最近俺の手が熱い。燃えています。教会来てくれよ。今晩は雪になるらしいよ。ほう。積もってほしいな。ここは雪が降るともっと幻想的だろうな。池のホタルたち大丈夫かな。おー、ときめきの会話になりそうなもの。一番上か一番下な気がする。でも印象が本来悪いものなんだとすると、池のホタルたちを心配していることに対して本田くんが喜ぶのであれば、何も考えず積もってほしいなっていうことに対して言ってきそうだけど、本田くんの顔的に雪になることに対する不安そうな顔はしてない。こっちかな、意外とこれがわからん。池のホタルたち大丈夫かな。うんうん、心配無用だよ。元気に餌を食べて成長中。これはバッチリ好印象。最後の最後にバッチリ好印象。ん、まあ卒業前なので、この後先に見ちゃいましょう。すごく寒そう、平気？心が寒いんでね、すぐ顔と体温に出ちゃうみたい、俺。時間が全然足りないよ。ねえ、また一緒に遊ぼう。おー、最後の最後に、大接近モード。さあ、接近していこうかな。俺もこの先が気になるから。さあ、最後のボーナスタイムやで、本田くん。ほら、許可言ってたこよ。もう一流れ落ちても俺のこと嫌いにならないでくれよ。れ、本田くん、あのさ、俺とお別れはなしやで。あとこの書類にサイン書いて。おしまい。ハンコも持ってきて。はあ、君の探求心すごすぎだよ。探求心の塊みたいな人に褒められました。いや、引いてるのか。あーつい。ごめんね。探求心がすごいばかりにごめんね。いいけどさ。俺だって探求心すごいから。君、どうなっても知らないよ。ほうほう。その割には来ない。君の探求心より俺の方が探求心が強いんじゃない？足りてないんじゃない？探求心。終わった。君といると発見だらけ、ワクワクが止まんないよ。だって、すぐ終わったな、今回。おう、本田くんとすごく近づけたと。卒業前にとてもいい傾向です。さて、一流れは学力150でいけると思ってましたが、芸術も必要そうなのでちょっと不安はあるのですが。行こう。どうかな。そしてエンディング的にもどうかな。卒業式です。一応昨日時点で芸術気配りは120を越して、勉強もちょうど200になったので、まあ今できる最善のキリのいい数値なんじゃないでしょうか。パラメータいけそうな気してるんやけどな。どうかな。ただもう、この先にあるのは卒業式のみ。行こう。さあ、いつもの鐘が鳴りました。教会の上まで行こう。
扉あっさだ。はあ、はあ、行こう。綺麗。教会の伝説の幸せな噂話ってこのことだったんだ。この教会で二人は再び巡り合う。じゃあ私は、ランちゃん、本田くん、本田くん、どうしてここに？探し物。俺、一生をかけて打ち込めるものをずっと探してたんだ。それが、君。俺の研究。昔は必死に本の中を探してた。けど、全然見つかんなかった。それでね、高校に入って外の世界を探してたら君に会えたんだ。本田くん。でもさ、俺、君ってなかなか気づけなかった。そうなん？りょうくんやみーくんがいなかったら今も気づいていないかも。お、これはグループエンドか。風間くんと長つむりくん？そう、二人とよく君の話をしたし、四人で出かけたでしょ？そういう関係があったから、君こそが一生をかけて打ち込めるものって分かった。だから、一生をかけて君を研究したい。伏線回収。私の研究？君、家族、友達、俺の大好きなものは人なんだ。人の研究、きっと一生かけても終わらない壮大なテーマだよ。でもね、君が隣にいてくれればもう本の中に迷い込んだりはしない。だって見て触れられるとこに一生を捧げる君がいるんだから。本田くん、素敵。お願い、俺の大好きな君、そばにいてほしいんだ。ずっとずっと隣にいて。本田くん、もうそんなもんイエス以外の答えはないよ。ただもう、じゃあキッスで答えましょう。おい、行こうよ。おい。今の、柔らかくて、君の香りがして、それで、目玉がこぼれそう。もう、解説しなくていいから。これは二人には教えられないな。風間くん怒っちゃうよ。教えなくていいよ。ごめん。そっか、そうだね。でも、これって OK って返事で合ってる？やった！じゃあ、さっきのもう一回。大好きだよ。教会の鐘に祝福されて私たちは結ばれました。きっと教会の表では私たち二人をずっと支えてきてくれた友人たちも笑顔でいるでしょう。みんなありがとう。私たち幸せになります。
卒業後、私はマスコミ関係の職に就きました。大変ながらも充実した日々を過ごしています。なるほど。落ちたな。一流れ大学。あー、なるほど。一流れ大学に入るためには、芸術も必要だったということかな。なるほど。本田くんは、一流れ大学に入って、早速研究を始めたみたいです。なるほど。もしかしたらエンディングの分岐はここにあったかもしれないな。本田くんの研究テーマは人。一年生なのにゲノム解析の研究室に入っているなんてすごいです。難しい研究のはずなのに、本田くんは私が興味を持つように面白く説明してくれます。だから私も少しでも協力できたら嬉しいと言うと、君がいれば熱くなれるんだ。よーく見せて、と顔を近づけてきます。ほう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 。俺の研究を始めたな。風間くんと長つまりくんは、私たちが一緒に話しているところを見るたびに笑ってる。なんか面白くてさ、と風間くんはキレ顔。面白いっていうか、あんた台本のトークによくついていけるよな、と長つまりくん。え、どこか変かな？あはははは。まあ。二人も変やから。高校時代よりも二人で過ごす時間は少なくなってしまうけれど、全然大丈夫。いつか二人が将来を誓い合う日、その時は盛大なウェディングベルに祝福されたいです。あの日の鐘の音を思い出して永遠の愛を誓います。ああ。なるほど。いやー、今回はグループエンドでしたね。そしてちょっとエンディングについていろいろ考えるところがありましたね。今回はグループエンド。グループエンドはおそらく本来の、まあ、例えば深刻白エンドとかそういったエンドよりも難易度が低い可能性がありますね。必要なパラメーターが多少足りてなくてもいけるとかなのかもしれないですね。そして一流れ大学に入れるか入れないかでちょっとそこも分岐するんじゃないかと思ったり、ちょっと深刻白エンドの条件がわからないんで何とも言えないんですが、何か見られてないイベントがあったのか、それともパラメータが足りてなかったのか、ちょっと難しいとこでしたね。ただ終盤ぐらいに本田くんに言った俺の研究を始めてみませんかという言葉、まさかの卒業式で回収されるという、本当に生涯俺の研究をすると誓ってくれましたね。そしてこんなのは今回通常ルートの最終兵器として5周目エンディングを迎えた男子としては7人目になるわけですが、他の男子とはまた違う、さすがダークホースといえるキャラクターでしたね。サイコパス的な面もありますが、内面は繊細で家族のことが大好きで、本当に素直で純粋な人なんだなと思いました。ウォーターガーデンの背景。もうなんかウォーターガーデンあんま好きじゃないんじゃない？もしかしたら行ってみるのもいいかも。なんかすげえ嫌な顔してんな。やっぱりあんま好きじゃないのかな。ここ不安になるな。ただちょっと気になる。なるほどな。まあちょっと本田くんと行きたいところまだ何箇所かあるので、ちょっとそれはですね別途総集編みたいな感じで
やろうと思ってます。なんでちょっとその辺はまたおまけでお話ししたいと思ってます。すごい可愛い笑顔、お、すごい本田くんの素敵な笑顔、この後どのスチルが出るのかな。その前にあの玄関のやつかな。過去の4週も相まって今回意外とスチル見られてたと思うんですが、どうなんですかね。ただ新告白に到達できていないのでなんか見逃してないかなって思うんですが、お、これは修学旅行の時のやつやな。本田くんがいつもと違う表情を見せてくれた時ですね。プレーンちゃんは妹さんに刺さったやろか、使ってくれてるといいな。でね、これもチョコちゃん使っているんやろか。お、これは本田くん5分丈ぐらいの袖やけど初夏くらいだよ。だいぶ経ってから来たやな。しかもなんか俺本田くんに腕掴まれてない？これはまだそれレジ通ってないですよね。シルエットないよ。え、お、ああ、これで通常ルートのアイアイ傘はコンプリートですね。そうだ、前に屋上からりょうくんとみーくんとさ、君に手を振ってたの覚えてる？テレパシーやな。おう、誰の念力って言われても多分、俺の。ああ、だから君の念力が一番強そうだったよね。いや、だからなんでわかるんだよ。ああ、なんとなくです。ケミストリーなので。簡単。だってミー君は学校じゃ大きな声出さないでしょ。リョウ君もクールっぽいし。ぽいってなんだよ。それにそもそも実際声出すって話じゃないだろ。あ、でも確かに念は強そうだよな。風間君の念強そうだな。そう考えるとせやな、ちょっと本田くんと風間くんの一騎打ちやろな。え、普段声が小さいのにテレパシーの時だけ大きくなるかな。そやね、わからんけど、ただ風間くんの念の強さは感じるよ。わけわかんなくなってきた。それで言うと七つ森くんはそんなに強くはなさそう。やっぱり俺の声が届いた。俺はこのイベント初めて見たとき、本田くんの念だなぁとは思ったよ。終わった。アイドルのような自己紹介、胸くらつかまれて逃げてきたの。ここかーい、なんて言い方すんだお前は、ね、こう何も来てへん状態だと思うよ今。つなぐ言うたやろ、これがないもん。先生気にしないで、独特の角度、目をつく、何を勝手に決めてるんや。エンジか、さては手を回したな、エロ教師。俺今日何か学んだか。